はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は、ラガーズの試合をお届けします。関東草野球リーグの決勝トーナメント、ZOZO マリンをね、決める一戦になります。これ、自分、ちょっとすげえ恥ずかしかったんですよ。マスクオンマスク、まさかのね。めちゃくちゃ緊張してました。はい、もうね、最初これで逆にね、みんなが笑ってくれたから、自分の緊張若干ほぐれたかなというのはあるんで、はい、みんなありがとうございます。はい、そしてラガーズのオーダーはこのようになります。2番ファースト翔平、6番でライトにヒロト、指名打者採用のためキャッチャー良平は打席には立たずキャッチャー専門となります。はい、セカンドスロー、これめちゃくちゃ硬い体中ちょっとね、思いっきり投げちゃいました。さあ、いよいよ試合が始まります。高校球児時代を思い出すような大声で最初やらせていただきました。さあ、注目の谷中の初球です。良平アウトコースに構える。初球まっすぐは外れてボール。この日谷中ちょっと調子はあんまり良くなかったんですよね。ただ2球目でアウトコースいっぱいストライクを取ってきます。3ボール1ストライクとなって、これがファール。まあ、相手もちょっとね、今この球までボール振ってなかったので、ちょっとこれは嫌な感じしましたね。さあ、これ、打たせた打球、ショート、粕谷、回り込んで、ファースト初球アウト！先頭、ナイスプレーで打ち取ります。これ、いきなりね、動けてるプレーが出たので、入りはめちゃくちゃいいなと感じました。はい、そしてこれ、やっぱね、決勝トーナメントで決める試合とかに待ってなるとね、やっぱ甘く入ると持っていかれますね。ファールでよかったです。ただこれ、センター前に抜けます。これはちょっとね、まあシフト引いてたんで、まあしゃあないかなと、ちょっとショート、粕谷が寄ってたので。はい、そして3番バッターの時、これも外から入って、アウトロー、ビタビタストライク。ワンストライクとなって、これをレフトフライに打ち取ります。さあ、これね、斉藤先輩ね、ボール出てるんですよね。ちょっと土手の方で、斉藤先輩も緊張してました、かなり。はい、バッター4番、初球ストライクを取ります。続く球、これサードゴロ、しっかりと谷が取るも、ファーストが中途半端になってしまい、悪送球ですね。これで、2アウトランナー、1、2塁となって、ピンチとなってしまいます。いや、谷田も緊張してるのかな、珍しいですね。普通だったら、あんな送球エラーなんかしないような選手なので、緊張してるんだなと。はい、そしてこの打球、ナイスキャッチ。いや、これはビッグプレーですね。体に当たってでもっていうような、もうね、キャッチャーブロッキングですね。いや、ナイス、本当にありがたいですね。ナイスプレー。はい、そしてラガーズの先頭は俊足斉藤さんです。まあ、さっき緊張しながらもね、ボールはみ出ながらもレフトフライ取ってるから少しは緊張ほぐれてるのかなと。これ初球インコースのストライク、この左ピッチャーね、相手の左ピッチャーもね、まあザ・サウスポーっていったような感じ、ちょっと左バッターは見づらいかなと。そうですね、このスライダーカーブ、この変化球もね、左バッターにはすごい脅威になるなというようなピッチャーです。これ泳がされた打球がファーストファールフライとなって、ワンアウトとなってしまいます。そして2番には超攻撃的2番翔平です。長さと多いんですよね。2番として出塁、あわよくば自分も帰ってきてホームランしてくれみたいな感じで、はい、お願いいたします。これちょっとまあバランス崩れてるんですけども、初球から、まあ、スイングできてるっていうのはまあ結構ほぐれたんじゃないかなと。はい、2ストライクとなって、このボールはボールですね。さあ、ワンボール2ストライク、これドスンと、いやー、久々見たな、翔平さんのデッドボール。まあ痛いけど美味しいですね。出塁って意味では美味しいですね。まあ思いっきり痛いって言っちゃってましたけどね。まあそれは痛いか。はい、そして3番には現在チーム首位打者の柴田さん、これがただセカンドゴロでまさかの併殺。そうですね、柴田さんらしくないね。うん、やっぱみんな緊張してますね。はい、そして2回の守備に参ります。先頭これライト下がって、まあ、ヒロと配送してナイスキャッチですね、これは。うん、これでワンアウトとなります。さあ、お次のバッター、
ちょっとね外野まで運ばれることが多いかな。これキャッチャーフライ、あーっとごめんなさい、鬼スピンフライだったんですよね。これ取りたかった、マジで悔しいです。あれ下から取ってもうまく取れないんだよな。ちょっと練習します。はい、そしてサードゴロ、今度は谷田しっかりと送球してツーアウトになります。いや、あの谷田君帳消しにしてくれてありがとうございます。はい、そしてこの打球もセンターの打球、センター頭越えてしまう。ただその後処理がいいですね、2つで止めることができました。これはでかかったんじゃないかなと、3ついかれなかったっていうのは。ただねこれもちょっと甘いんですよね。うん、なんかいつもの嫌なかじゃないなって感じがしましたね。はい、お次のバッター、これ上がったフライがピッチャーしっかりとキャッチして3アウト、ピンチを脱します。さあ続くラガーズの攻撃、4番ピッチャーの谷中です。まあ、カンクス勝ち上がれたもんね。まあほぼ谷中のおかげといっても、まあうん、みんなのおかげだけど一番はやっぱ谷中のおかげといったような感じの打者です。さあこれ逆方向へ、こんなバッティング初めて見ました。技の長打、これがツーベースとなりノーアウトでチャンス、先制です先制です先制です。さあ行ったら石田さん、ドカンとよいしょー、ガーンと打球が伸びる、特大のレフトオーバー、これで谷中ゆっくりとホームイン、まずは先制です。さああとは石田さんどこまで来るか、三塁ベースを回ってホームラン、打った石田さんも帰ってきました、先制アーチ、完璧なナイスバッティングでした。いやでかい、先制はでかい。さあ6番ヒロト続けるか、ただこれはちょっとねかけてしまいショートゴロとなってしまいます。ヒロト、うーん、なんとかちょっとね上げてほしいですね。7番にはラッキーボーイ、カスヤ、はい、ラッキーボーイのごとく三塁線を破っていきました、あの隙間を破っていきました。そして積極走塁でセカンドセーフ、いやでかいですね、再びのチャンス、この回2点だけじゃ終わらないぞという姿勢が出てます。さあ8番谷田、これただこれもねちょっと変化球泳がされてしまい、これサードもお相手のサードもナイスキャッチャーですよね。ナイスプレーでこれで2アウトとなってしまいます。さあそしてラストバッターにはチーム一番いやらしいバッター大井さん、ただこれちょっとね高いなと思ったんですけども、ちょっと見逃し三振になってしまいました。ただこの回先制することに成功しました。さあリードもらった谷中、先頭ツーボールとなって、さあ一体何を投げるのか、これサードゴロ、おお、よく止めたよく止めた、がっちりキャッチ、送球をしっかりと OK、 それではナイスキャッチです。さあワンアウト。さあお次のバッターもこれ、うーん、惜しいですね。まあ、勝負しに行ったフォアボールなんで、まあ、もったいないっちゃもったいないですけど、まあ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 まだって感じですね。さあこの打球もただ抜けるかなと思ったんですよ、打たれた瞬間。センター柴田さんのナイスポジショニングでした、ナイスセンター。さあこれで2アウト、ランナー1塁となります。このスライダー、ナイスピッチ、三振に抑えてこの回も無失点です。谷中もね調子悪いながらに頑張っているのでもう1点欲しいところ。さあ先頭の斉藤さん、これ叩きつけた打球ファーストヘッスラー、危ないぞ怪我するぞ、ね、瞬速飛ばして内野安打となります。さあここで2番翔平、何をやっているんだ、送るのか、これはまさか見たことないぞ俺。さあ初球、ただこれは引いて、まあ、ストライクですね。さあこの後2番バットに当てるのはうまい。さあどうだ、これエンドランをかけて、これでゲッツーならないですね、進塁打となります。これで再びワンアウトランナー2塁のチャンスとなります。さあ柴田さん、さっきゲッツーから来るので、ここで斉藤さんがスチール、セーフ、完璧なスタートです、ナイストーリー。さあ3ボール2ストライクとなって、これ外いっぱいストライクとなってしまいます。そして走塁死でまさかのゲッツー、次回あの男が試合を決めます。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャショウヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。
購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。